日来ていただくのはこの魂あずきちゃんです。どうぞ。始まるよ。は、始まるよ。これは清楚なあずまる屋さん。小豆あずきです。イエーイ、ようこそスバルの小屋に。スバルの小屋に来た。いや、なんかこれね、みんなにちょっと伝えたいんですけど、うん、さっきじゃあ始まるよって言った時に、うん、急にピンってして背筋なんかスーってなんか武士みたいな構えでそれだせ。え、マジで緊張してるやんと思って。緊張してるよ。え、どうですか、こういうなんかバラエティ的なのって、うん、あんまり、あんまり、お水どうぞ、口カッサカサや。あんまりやっぱ慣れないですか。慣れないっていうのは、はいはいはい、なんかやっぱどうしてもなんか、はいはい、スバちゃんみたいに、はいはい、話が得意じゃないんですよ。スバルはあの声でかいだけなんで、あのもう全然大丈夫です。もう任せてください、本当に。え、でも話得意じゃないイメージとかない。そうなのかな。なんかどうしても、うん、例えばスバちゃんみたいにめちゃくちゃこう頭が切れるトークができるわけじゃないし、もうめっちゃアメリカでも、うん、その結果の失言王と呼ばれてるんで、そのままのあずきちゃんでいてください、本当に。はい、ちょっとね、みんなね、あずきちゃんに対してどういうイメージを持ってるかみたいな、まあ、マシュマロとかもね、うんうんうん、ちょっとね見させてもらったんですけど、もうね、圧倒的清楚。圧倒的清楚、もうね、なんか濁りなき何ピュアな清楚。もうあのイロハと二大巨頭じゃないの。もうほんまの清楚みたいな。ほら、何何何、みんな歌のお姉さん清楚のイメージあるみたいな。え、ちょっと、あの清楚の基準って何。いや、それはまあ諸説、まあ自称してる人もいるんで。まあ、なんね、でもね、うん、本当にね、清楚かどうかって分かんないじゃないですか。そうだよね、自分で思います、清楚だなって。なんかさ、それってさ、自分でさ、はいはい、清楚ですって言っちゃうとさ、ちょっとさ、ちょっとなんていうの、鼻にかかったさ言い方をしてる。あずちゃん、あずちゃん、自称清楚の人もいるんですよ、お前の中に。あ、ごめんなさい、あずちゃん、あ、ごめんなさい、ちょっとこれはトップシークレットでお願いしますよ。ごめんなさい。大丈夫です、最近スバルマのまつりちゃんと話した時に、うん、モノマネが似てる似てないで、うん、結構そのお互いああチクチクみたいな。まあでもね、そのだから、ごめんなさい、忘れちゃった。でも清楚って結構言われます、やっぱ。なんでだろう、だから清楚ってなんだろうって結構考えません？なんかさ、いやっていうのが、うん、本物の清楚なんやって今。みん